カスケード金色ジリスは、哺乳コネズミメリス科に分類されるジリスの一種。カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州南部及び、アメリカ・ワシントン州のカスケード山脈起源種の金色ジリスと生息域が近いが、重複はしていない。体長287から315ミ、mm、リメートル、お腹100から118ミ、mm、リメートル、体重2350グラム。体重は季節によって変動する。 後頭部から肩にかけて境界が不明瞭な赤葛色の紐がマントのように広がる。背部は灰色がかった茶色で肩から腰まで伸びる白色の島が左右に1本ずつあり2本の黒色の島に縁取られている。目には白色の縁取りがある。シマリストはより体が大きく背中の中央の黒色の島がないこと、顔には縞模様がないことで識別される。 カスケードキニーロジリス、レーニア山にて、カスケードキニーロジリス、ヘンリー・エム・ジャクソン伝生地域にて、カスケード山脈の外水、草地、新葉樹林に生息し、ヤブやマルタ、樹木などの隠れ場所が豊富にある土地を好む。中高生で、単独性。地面に巣穴を掘り、巣穴の入り口は、岩や、切り株、マルタ、干木、木のそばに作られる。 一年のうち八から九ヶ月間を巣穴の中で冬眠して過ごす。大人の冬眠は8月中旬マイナス9月下旬に始まり、翌年の4月下旬マイナス5月中旬に目覚める。子供は11月から12月上旬から冬眠に入る。冬眠前には体に脂肪を蓄えるが、巣穴に食料を貯蔵することはない。冬眠中の代謝率は、 活動期の5%にまで低下し、体温は氷点近くにまで下がる。繁殖は年に1回で、冬眠から目覚めて、すぐ4月から5月にかけて行われる。妊娠期間は28日間、一度の出産で3から5頭の子を産む。子供は生後36日で生まれた巣穴から外に現れる。陽気分散に性別の型よりはなく、巣立ち後は、オスは、 平均182メートル、メスは平均158メートル離れた場所へ分散する。食性は雑食性で、特に秋にはキノコをよく食べるほか、新芽、葉、果実、種子、昆虫などを食べる。腐肉を砂取って食べることもある。主に地上で食料を探し回るが、稀に低木や新葉樹に登って食料を取ることもある。イタチ、コヨーテ、ボブキャット。 猛菌類などに捕食される。しばしば気松島リスの近くに住み、その存在を許容している。カスケード金色ジリスは葉や球根をより食べ、気松島リスは種子をより食べるというように、お互いに異なる食料日地を占めることで、争いを避けていると考えられる。また、樹上生リスのダグラスリスの近くにも住んでおり、ダグラスリスは、松の木に登って、松かや種子を食べるが、 カスケードイ色ジリスは、しばしばダグラスリスが、木の枝から落とした松笠の種子を食べている。ありがとうございます。